ちゃんくん、おはよう。はい、朝一番のブラッシング行きまーす。もしてあげてね。クシュ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 。はい。ほっぺもほっぺもね。すごい毛だね、ジャン君。すごい抜けてるね。クシュクシュクシュ。すごいね。毛が舞う、毛が舞う。すごい毛が。ほれ。はい、はい、じゃあほっぺやりましょうか。ほっぺ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 ほっうん、気持ちいいね、ぷんちゃん。気持ちいい、気持ちいいね。ぽんちゃんも来ればいいのにね。うわ、すごい巻き。すごいね。うわ、そーっと、そーっと撫でて取りましょうか。そーっと、そーっと、ちゃんとそーっと、そーっと。はい、噛まないようにね。ペロペロしたやつ後に噛もうとするのは猫同士のあれと、うん、一緒だからかな、ね、傷黒いでカシカシってやろうとしちゃうのかな。でもジャン君カシカシじゃないんだよね。カプーなんだよ、ね、うん、なんか時々チョキがさ、チョキだったかな、うん、誰かが舐めてその後あのカシ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 ってやるので、前までやるから全然痛くないやつはやられてたけど、教わってないんだよ、ジャン君は。でもさ、うちに来た子たちもさ、うん、あのお子供の時に来たからさ、決して教えてもらってはないと思うのね。大人と一緒にいなかったから。あ、まあ、ジャン君どうなんだろうね、うん、お母さんとかさ、兄弟とかとはあんまり長くは いなかったわけじゃん。お子様の時来たから。そう言われてみるとすごいね、動物さんってね。えいえい。はい、ポンちゃん。はい。ポンちゃん、目が覚めたの。暑い時だけ向こうに行ってて、涼しくなってきたら帰ってくるの？変だね、君。はい。今日も33度ぐらいになったんだよ。大丈夫だった？
ワンちゃん。